速報が発表された場合、一旦試合を中断し、安全確認が取り次第試合を再開します。以上、新馬戦の所注意でした。続きまして、前橋警察署からのお願いです。会場付近での路上駐車は、近隣住民の皆様にご迷惑をかけるばかりでなく、交通渋滞、事故を招く恐れがありますので、絶対にお願いください。公園周辺やイベント会場に来まして、盗難や置き引きが相次いで発生しております。駐車の際や会場内での荷物、財布などの貴重品の管理は十分にご注意ください。引き続き、前橋警察署から犯罪被害者支援についてのお知らせです。犯罪の被害者や重大な交通事故の被害者も